今週も始まりましたパチタウン TV です。さあ、はい、あの前回ですね、うん、いろいろあのテーマがあるというふうに話したんですけど、この番組はね、パチタウン TV は、はい、あの主に3つありまして、覚えてますよね、もちろん覚えてます、あのプレゼント型、うんね、そして、はいはい、プレゼント型もありますよね。で、本当プレゼント型さやちゃん、さやちゃん、さやちゃん、なんでこれ、今分かりましたよねプレゼント型プレゼントばっかりかーよ、ほらやってもらわないとそればっかり今やってもらう、いや、違う、やり直しましょう。なんですか、べーちゃん、この番組は、うん、まあ、大きなね、主にこの柱でやっていこうというのが3つありました。3つあります。3つありまして、まず1個が、はい、まずプレゼント型、はいはい、そしてプレゼント型、はい、さらにプレゼント型、そしてプレゼント、さやちゃん来週もう一回やるから、さやちゃん今週も時間ないから、はい、来週やるからやってもらいたい。そうですね、まあ、ちゃんとおさらいしますけど、はい、まあ、プレゼント型と、うん、そして視聴者、投稿型、視聴者参加型、うん、まあ、この3つをですね、主にこれからやっていこうということなんですけど、はい、いろんな企画をですね。違うのよ、でも僕やっぱり1個思ったのが、あの投稿型、うん、なんか視聴者の意見を本当にね聞いて番組作っていきたいんですけど、うん、はい、言われたんですが、その投稿する場所がどこなんですかと、それが決まってない。投稿する場所がまだない。そうなんだよ、だからそれをちょっと決めないと。そうですね、じゃあどうしますか。ツイッターとかでもいいんじゃないですか。山野さんやってるじゃないですか、うん、何百何千やっぱりね、山野さんいるじゃないですか。レディーガガと一緒ぐらいいるっていう、ね、今言われてます。いやいやいや、そんなにないです。私ちゃんとチェックしましたからね。え、しかも年配の方とかガラケーの人がですね、そう、送れないから、ね、そう、送れない。そう、ツイッターやってない方は送れないから、ここはやっぱさやちゃんの実家の電話番号今ちょっと言ってもらって今ダメ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 、びっくりします家族。そこだと言ってくれればまあ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 、でもそれはちょっとおいおいね。24時間対応よ、24時間いつでも困ります、ね、ちょっと行きましょうよ。ゼロ級、ね、ゼロ級いいですか。まあ、早速じゃあもうね、企画を皆さんにご覧いただきたいと思いますので、はい、じゃあエンディングで決めましょう。はい、それでは早速ご覧ください、うん、はい、どうぞ。さあ、本日は中川ゴールデンラッキーにお邪魔しております、はい、今日のゲスト、白吉くんとデリカツくんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、白吉くん、最近暑いんで白クマなんて大変でしょうねですね、ちょっと季節的にね、季節的に、うん、大丈夫ですか。うん、あ、大丈夫です。元気、よかった。まあ、元気なのかもギブアップなのかどっちかわかんないですけど大丈夫かな元気に頑張っていきましょう、はい、さあ、そしてデリカツさん初登場です、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まあ、パチタウン TV にもじゃあデリカツさんも出るということで、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、美穂さん、はい、今回なんかお手紙が来てるそうで。そうなんです、今回は視聴者の方からお便りをいただいて、ちょっと読んでもいいですか。ありがとうございます。お悩みがあります。相談させてください。うん、北斗の拳シリーズが大好きなのですが、夕方からしか打つことができません。なるほど。夕方からならではのいい立ち回りがあれば、うんうんうん、その立ち回りを実践して見せていただきたいです。テレビに出演されている方なら、うん、うまい立ち回りはしてくれることだと思います。ハードル上げてきた。よろしくお願いします、うんうん、お便りくれた方が大分県の方で、大分県住みます芸人、うん、野良レンジャーの首藤翔太さんです。身内ですよね翔太ですよね、僕の後輩ですよ。で、しかも、北斗、はい、デリカツさん、ジャグラーしかできないですよね、はい、いやいや、もう11年連続プラス収支だから、もう何でも、はい、そうなの。ジャグラー以外でも何でも勝てますので。いや、はい、ジャグラーしか立ち回れないって僕聞いたんですけど、北斗も分かる。いやいや、何でもいけます。そうなの。北斗なんかもう、大好きですちょっと、間が悪い心配僕、編集できないぐらいの間を入れるんじゃないよ私たちにこう立ち回りを教えてくれるということ。もちろん分かりやすく教えますので期待してください。間が気持ち悪いんだからなんでちょっと開けんだよありがとうございますありがとうございますということで、はい、じゃあデリカツさんの指南のもと、はい、北斗で立ち回ってみましょう、はい、それでは勝利目指して頑張るぞ。あちょっと頼りないデリカツですが、夕方からの北斗の立ち回り方をしっかり教えてくれるみたいですよ。今回の舞台は中川ゴールデンラッキー。パチンコ、パチスロ、ともに北斗シリーズが充実してますよ。今台を全部チェックしましたけど、まあ正直皆さんやめ時がうまくて、まあ皆さんニゴロアベシでやめてるんですよね。でその中でも、まあ一番データ的にもいい台はこちらの台で、はい、まあ初当たり結構引いてるんで、まあ、この空いてる台の中では一番軽いなと思って
こちらの台で勝負してもらおうかなと思います。頑張ります。まあ正直まだ1800回転しか回ってないんで、打ってみないと分かんないですね。はい、美穂さんの台ですけど、北斗の拳とも、まああの空き台がもう全然なくてですね、空いてる台がまあ2台ぐらいしかないんですけど、まあこれ一撃6000枚出た台、まあこちらの台で様子を見てもらおうかなと思います。そうですね、まあ、今からも出る可能性はあります。はい、デリカツさんがそう言うなら頑張ります。そしてデリカツも剣坊さんの隣で天性の賞を打つことに。まずは天派の時へ行って安倍氏を食べましょう。まあ、定格での中段ジェリーも4分の1で天派に当たりますのでチャンスですね。ジェリーが店舗当選しました。まあ、リプレイでだいたい10ゲーム以上アベスモードになってしまう。厳しいですよね。これはもう少し根気強く貯める必要がありますね。するとここで剣坊さんに、はい、大きいですね。200さあこれで闘神演武突入できるのでしょうか。いざチャレンジ。結構珍しいところで当たりましたね。はい、当たりました。おめでとうございます。いやいやいや、さすがデリカさん。いやいやいや、まあまあ狙い通りです。俺だろ。そうですね、ほぼ俺だろ。さすがですね。デリカツ、人の成功を横取りしちゃダメですよ。というアドバイスだったのですが、ステージが一気に激闘へ。先生の方はですね、AT レベルというのがありまして、1、2、3、4ってあって、4だと勝負球がたまりやすい。あ、闘神モード、これは闘神レベル最高です。これは、まあ、今まで書いてきたあれですよ。昔書いて、はい、一夜漬け。まあテレビだと緊張しちゃうんで、闘神で勝負玉を一気に9つまで集めたところでバトルへ。夕方からいい立ち回りを見たいというお便りから北斗シリーズを実践しているのですが、ここで AT に入っていた剣坊さんに動きが。どうも
いむなしく2連で終了の剣坊さんですが、出ました。いや、もうプレミア、本当だけのプレミアといえばエイリアンでしょう。めったに見れないです。お見事剣坊さん、2度目の東進演武です。なんとかですね、さっき連チャンしたので次も連チャンするように頑張ります。いらない、はい、はい、さっき50万円でしたけど次は100万円で、まだまだまだ乗せます。勢いに乗る美穂ちゃんの裏で剣坊さんがバトルに挑戦。美穂ちゃんも、乗せましたんで、まあ天狗手前で当たるんですよね。まあ青ですけど、いっぱい貯めたいと思います。挽回します。まあ勝負玉7個貯まりましたんでいけると思います。50%、ありがとうございます。じゃあ、ありました。ちゃんと連射させて終わらせますので、取り返しました。その後のバトルであっさりと終了。デリカツ、お疲れ様でした。まあまあ、こういう時もありますよね。結果表、はい、あれ、なんですか。お客さんにいただきました。おい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 、美味しいんですよ。いいね。これですね、あの7月1日から白吉カフェが新しくできて、見た見た、はい、そこのコーヒーなんですよ。いいな。そう、すごい種類もたくさん豊富に揃ってるし、のんびりするスペースもあるから、うんうん、ぜひお立ち寄りください。いいわね、あなた。いやいや、自分で買いなさいよっていうで、夕方からの北斗の拳の立ち回り、はい、結果いかがだったんでしょうか、美穂さん。ちょい勝ちでした。お、ありがとうございます。すごい楽しめました。素晴らしい、はい、私はね、うん、ちょい負けぐらいですけれども、うん、楽しめました。あ、よかった。デリカツさんは、ま、マイナスですね。まあ正直ですよ、大選びは俺間違ってなかったと思うんですよ、はい、
要は引きの問題じゃないかなと思うんですよ。そうなんですよ、2連ってね、もう引きが弱いですよね。うるせえな。デリカさん今日何とかするって言って何ともできなかったんで、はい、もう得意なやつ見せていただいてもいいですか。もうこれなくなったと思った。デリカさんといえばちくわげ。全部一気に正しい。はい、一気にどうぞどうぞ。はい、来た。おお、すごい、全部入るかな。おお、すごい。あ、危ない、ちょっとというわけで、以上、中川ゴールデンラッキーからお届けしました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。シトウ君分かったかな。夕方からはジャグラーの方がおすすめだよ。さあ皆さん、いかがでしたでしょうか。いや、今回も楽しいですね。3週目になりましたけども、はい、いかがだったでしょうか問題が。違和感を感じるよね。皆さんも感じてる、この現場で感じてるんだから、見てる方も感じてると思いますが、すいません、いやいやいや、もうちょっとお待ちください。そんなことよりも、もうちょっと、はい、そのね、はい、オープニングでも話しました、うん、視聴者のあれどうします、意見をね、吸い上げるところ、だからもう決まりまして、さやちゃんの実家で、うん、ね、いやいや、それは無理です。それはあれですけど、うん、だからあれですよ、パチタウンのアプリが一番分かりやすいじゃないですか。ただ今その募集するのはまだアプリ内にないんですよ。なんでそれを作れるようにちょっと交渉に行きますんで、うん、あ、山田さんが交渉してくれます。なるべく早めにできるようになりましたっていうお知らせをね、おできるか、それか結局さやちゃんの実家の方になりましたっていう、どっちか困るんで必ずお願いします。ごめん、本当にパチタウンの方に断られてしまった場合はさやちゃんこっちも2本行けばいいやん、電話線2本ね。今そう、今のが困るんであれば2本いろいろほら、はい、アプリを取っていただければ、うん、はい、いろんな情報が見れるじゃないですか。そうでね、川柳もさやちゃんがね、そうそうそう、それで川柳も投稿型なんで投稿はできるんですよ。そうですよ。なんで、うん、ぜひともそれにしたいと思いますんで、はい、でさやちゃんの川柳今週もあるんですか。もちろんです。はい、ということで今週はこの辺で、また来週お会いしましょう。おやすみなさい。美人うつ隣が僕の優秀大、来週も見てねー。